すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろう。こちら 2B、 前機無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、 前機反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内に突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやー、 12H ロスト、電気マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。イレブン B ロスト、装備 HO229 のキャンセラー効果なし。Thank you.
通信システムの SSCIU が軍距離で判別されてく地域を開始。近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見ればわかるよ。敵の破壊を確認。いや。これが目標大型兵器。危険。当該敵は目標ではない。速やかな排除を推奨。簡単に言う。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。トゥービーさんですね。
僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。了解。Thank you.
封鎖をかける。扉の解除不可能。本エリアの敵が妨害電波を出している。めんどくさい。私の名前に継承は必要ない。わかりました。トゥービー。
ているため使用不可。広いな、この廃墟。ここは昔人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。Thank you.
分かってる。目標らしき兵器は発見できず、もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは、ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。
その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが移動してみましょうか。しかし司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。超大型兵器発見。
下方向から攻撃、推奨、退避。すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、ヨルハ部隊応答してください。こちら 2B、 前期無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。こちらオペレーター 6O、 前期反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内で突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。12H ロスト、前期マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。11B ロスト、装備 HO229 のキャンセラー効果なし。前方に敵機確認。火器使用を申請。火器使用の許可をします。
通信シールドへの FSCIAU が軍事レバーで開拓し、近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見れば分かるよ。敵の破壊を確認。いや、これが目標大型兵器。否定。当該敵は目標ではない。速やかな排除を推進。簡単に言う。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2Bさんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。
解除。不可能。コンビニアの敵が妨害電波を出している。禁止されている。すみません。それと、サンはつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。全滅させないと無限に湧いてくるってこと。
分かってる。目標らしき兵器は発見できず、もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは、ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが移動してみましょうか。しかし司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。超大型兵器発見。
超大型兵器破壊する。援護します。警告、敵兵器による下方向からの攻撃推奨退避。のブラックボックス反応検知、通信応答なし。救助する。推奨当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置を止めること。うるさい、いいから出して。トゥービー言って。黙って。僕たちは兵士です。その戦い誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。 2B の承認を求む。お願い。分かった。
弱性を発見しました。今から援護のためにハッキングします。すごく強引な戦い方ですね。トゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。申請。ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。申請を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。作戦は成功でしたね。敵大型兵器は破壊され、敵支配地域への侵入経路が確保されました。今後の 9S。 はい、ありがとう。最後に私たちのデータを基地にアップロードしてくれて。ごめんなさい、その記憶を僕は持っていません。あの地域は通信帯域が細かったですから、多分あなたのデータをバックアップする時間しか確保できなかったんでしょう。僕の記憶はあなたと合流する直前までしか残っていません。
人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。西暦5012年、人類の華やかな歴史に突如終わりが訪れた。外宇宙から飛来したエイリアンによる侵略、異星人たちの繰り出す兵器、機械生命体によって人類文明は壊滅。生き延びたわずかな者たちは月に逃げ延びることになった。西暦5204年、衛星軌道上に敷設された基地群よりアンドロイドを使った反攻作戦が開始される。十数回に及ぶ大規模降下作戦を経てもなお決定的な打撃を与えるには至っていない。この膠着状態に陥った戦況を打破するために君たちヨルハ部隊は存在するのだ。最終決戦兵器としての役割を果たしてほしい。はっ、承知しております。健闘を祈る。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。聞こえますか？これで問題ありませんか？はい、これで設定は完了です。あれ、自爆許可の項目が消えてる。ちょっと待ってください。すぐに復元できるので。
僕が設定してもいいんですが、一応規則なので 2B さんが設定してくださいね。 OK です。いざという時は身を挺して作戦を遂行する必要がありますからね。設定が終わったらこの画面を終了してください。おはようございます。ナインエス。司令官からの命令で 2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。そう。心配はいりませんよ。僕たちナインエスモデルは優秀なことで有名ですから。で、自分で言うことじゃないか。ナインエス。え、なんでしょう。継承はいらない。え、私の名前に3はつけなくていい。あ、はい、わかりました。あ、そうだ、司令官が呼んでたから一緒に行きましょう。トゥービーさん、あ、いや、トゥービデータをセーブするにはアクセスポイントに近い場所じゃないとできません。近距離マップで確認してこまめにセーブしましょう。